分子コーラム、感想速報。最新752話、聖地へ、感想速報。皆さんこんにちは。分子のコーラムです。今回は、最新752話、聖地へ、感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。李牧の攻撃命令を皮切りに、長軍への反撃を開始した歓喜。彼は、1秒でも先に落命した者の負け、という勝利条件を掲げて突撃を始めましたが、果たしてこの歓喜の突撃は、どのような結果を手繰り寄せるのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 亡きの勇士。李牧と歓喜の現在地を確認した亡き一家は、中央の歓喜たちと連携して、李牧を強撃することを目論みますが、彼らが策を実行に移す前に、腹心であるロビンが、雲原に切られてしまいました。予想だにしない形で主を撃たれてしまったからか、規制を上げ、復讐に燃える雲原。しかし、そんな怒りの力を活用した彼も、亡きの前には力及ばず、彼との一騎打ちで、早々に敗れてしまいます。そして、雲原を討ち取った亡き自身も、利き腕に深い傷を負い、将兵の槍を腹部に受け、そのまま敵の軍勢に飲み込まれていきました。結局亡きは、飛信隊を抜けてまで歓喜の元に駆けつけたにもかかわらず、歓喜と直接言葉を交わすことなく倒れてしまいましたが、それでも彼は、歓喜軍の亡きとして行けた分、幸せだったのかもしれません。彼が、お頭が戦う理由を聞くかとは、ついにありませんでしたが、いつか死後の世界で、歓喜に直接教えてもらえるといいですね。2. 帰るべき場所。亡きが壮絶な最後を迎えた裏では、師匠が引き続き、歓喜について語ります。彼曰く、マロンたちが歓喜にとっての家族なら、先一家は歓喜の故郷である、とのこと。歓喜は、先一家のことを大切に考えていたからこそ、これまで彼女たちを戦場から遠ざけ、危険から守り続けてきたのですね。そして、彼は同時に、仲間たちが受けてきたひどい仕打ちに落とし前をつけなければならない、と考えており、それを完遂するまでは先一家という故郷には帰らない、と、自身に枷をかけていたようです。こうして将の話を聞くと、歓喜たちの境遇には同情を禁じ得ませんが、一方で、李信が言うように、いくら悲しい過去があるからといって、彼の行動が全て正当化されるわけではない、というのも事実ですよね。歓喜はこれまで、虐げられてきた者の代行者として、悪辣な権力者たちを注してきましたが、彼自身も、国領の民のような無垢の人々を暴力で虐げてきたわけですから、この後歓喜に訪れる運命は、因果応報として、定まっていたのかもしれませんね。3. 復讐期の末路。一方で、李牧へと近づく歓喜たちの前に、復讐に燃える琥珀光が躍り出ます。亡き主、胡蝶と仲間の恨みを超えたからかに叫び、殺到する歓喜兵を次々と葬る琥珀光。猛烈な勢いで迫る琥珀光を見た林玉は、彼を危険人物とみなして排除に動きますが、残念ながら力及ばず、逆に林玉の方が左手を切断されてしまいました。林玉が双剣のうち一振りを失っているとはいえ、武闘派の将である彼に推し勝つなんて、さすがは前総司令の最高幹部ですね。しかし、両者がぶつかり合う中、林玉の影から、歓喜が琥珀光に忍び寄り、琥珀光の死角から一撃を放ち、彼の頭部を両断しました。李牧が、個人的な興味のために歓喜へのとどめを引き伸ばしたばかりに、これで彼は、趙の将軍2名、副将級1名に、無意味な犠牲者を出したことになりますね。歓喜への勝利という対抗を差し引いても、正直、擁護できないレベルの大損害ですが、いくら李牧が軍の最高責任者とはいえ、これはお咎めなしでいいのでしょうか。4. 全滅の足音。琥珀光を撃った歓喜は、生き残った兵の数を確認し、李牧へ向かって、再び突撃を開始します。しかし、当の趙軍は、いくら歓喜が強くとも、たった5名による突撃では何も変わらないと判断したのか、臨戦態勢を取ることなく、黙って歓喜の接近を眺めていました。あの血気盛んな不定でさえ、歓喜を討ちに向かおうとしないあたり、彼らも、貨幣の歓喜たちを大軍で撃つことに、何か思うところがあるのかもしれませんね。
そして、換気兵たちは突撃の中で、一人、また一人と撃たれていき、ついに林玉も、長兵に何本もの槍で腹部を貫かれ、命を散らしました。自身がこと切れる寸前まで、一人残される歓喜に心を寄せていた林玉。林玉のような部下が最後までそばにいてくれたことは、歓喜にとって、何よりの救いとなったでしょうね。5. 大悪党の最後。林玉が倒れ、最後の一人となってもなお、歓喜は李牧をめがけて突撃を続けます。彼は、長兵の槍ブスまで串刺しにされながらも、勢いを緩めることなく前へと進み続け、ついに李牧と対面し、彼を撃つべく、剣を振りかぶりました。しかし、歓喜が振り下ろした剣は、いつの間にか刀身が折れており、その刃が李牧に届くことはありませんでした。そして、剣を振り下ろした時点で、心臓が鼓動を止めていたのか、歓喜は、折れた剣を李牧に向けた状態で、物言わぬむくろと化していました。彼が李牧の降伏勧告を蹴った場面と合わせて考えると、この、折れた剣を李牧に向けたまま行く、という歓喜の最後は、たとえ剣を折られ戦に敗れようとも、絶対に李牧には屈しない、という彼の姿勢の表れであり、少し前に同様の行動を見せた李牧と、重ねて描かれたと考えて良さそうですね。夢か幻か、歓喜は死に行く途中で先に行った仲間たちと再会し、次に暴れる場所の相談をしていましたが、今度は地獄で、縁も相手に国取りでもするのでしょうか。何にせよ、激動の生涯を過ごした分、彼らにはしばらくの間、歓喜の遊生地で、ゆっくりと休みながら、家族との時間を堪能してもらいたいですね。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、歓喜たちの死に様です。今回、マロンを除く歓喜軍の最高幹部が、歓喜と共に命を落としたわけですが、これまで作中で、名のある武将が総評に撃たれることなど、ほぼなかったにもかかわらず、彼らは全員が無名の兵によって撃たれた、というのは、なんだか象徴的でしたよね。潮が言ったように、歓喜の怒りが、世界のほぼ全ての人に向けられていたと考えると、総評に撃たれた歓喜たちの死に様は、彼らが今ある世界を否定して戦いを挑んだ結果、逆に世界に敗れてしまったことを、暗に示しているのかもしれません。残念ながら死臭は本死救済ですが、歓喜の死が中華にどんな影響をもたらすのかを注視しつつ、再来週まで、大気じゃー、ですね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。